感じで起きてるし、はいはい、木村文乃さんが、うん、ほら撮ってみなよと、いや木村文乃さん知ってるわで、ね、あーって言わないでおじさん、ごめんなさい、おじさん一番近いリスナーでね、分からなかったですね。木村文乃さんがほら撮ってみなよと、うん、上空3000メートルから脱ぎたてのパンティを落とす、うん、地上にいる俺は双眼鏡を覗いて風に流される小さく白い布の行方を確かめながらパンティーパンティーとつぶやき勃起したままどこまでも追いかけていきたい。わかるわ、わかるわ、わかるか、うん、これはわかる、夢があるよね。うわぁ、これってでもいいな、これ企画できるな。どこで、ね、3000メートルからパンティーパンティーバーッと落として、はい、俺参加したいもん。あ、どっかけるか、パンティー欲しいかーって福澤明さんに、おぉいやーって言いたい、ウルトラクイズみたいに、うん、やりたい。あげとこう、これすごいいいわ。わからんなぁ、ラジオネームチェーンギャング5、本当に厳しいな。簡単な人生を願うな、困難な人生を耐え抜く強さを願え、ブルース・リー、うん、人生は怖がらなければ素晴らしいものになる、チャップリン、うん、人生はフェアじゃない、そのことになれるんだ、ビル・ゲイツ、うん、誰かのために生きてこそ人生には価値がある、アインシュタイン。皆さん素晴らしい名言ありがとうございます、おやすみなさい。何なんだこれ。いやいや、ちょっと嫌な予感が。お前はどう感じたんだよ。面白い。あげとくよ。びっくりした。パン。いい言葉もらったからあげとく。ラジオネームマットさんでした。はい、よろしゅうございますね。さあ入ります。ハッタハッタ。超ハン。超超ハン。はい。超ハン駒揃いました。勝負。16が。乗れとるやないかい。何があったのこの中で。わかる、振るから、ね、いや振ったからって濡れんかな、天がわーんと振るじゃん、天がやったらね、あーちょっと間違えてますね、あれ壺じゃなくて天がさささっ振るから濡れるんだ、ね、それは濡れます、ローションで、何やってんのこれ、スケベなのかよくわかんないな、あげとく、あげときラジオネルサンチマン、うん、乗ってるかーい、イエーイ、うん、楽しんでるかーい、イエーイ、ね、騒いでるかい、うん、イエーイ、うん、アリーナー、うん、イエーイ、スタンドー、うん、イエーイ、うん、横浜ー、イエーイ、うん、それでは聴いてください、濡れとるやないかい。いやいや、タイトルか。どんな曲やろ、観客に言うのかと思ったら、なんかタイトルだったのかよ、裏切りまで見せてきましたね。そうですね、このコーナーもう終わりや、もう終わりで解説、お前そう素人の人が言ってるだけだからさ、YouTube じゃないんだから黙ってろよ。黙ってろって言われて、これあげときましょう、はい、パン。